うわ。さて、今日は夏らしい暑い季節だったんで、冷し中華とバッチリ食べます。では、いただきます。これね、うまいんですよ。冷麺始めましたって、中華料理屋さんのところに貼ってありますけどね。僕も冷麺解禁しました。いただきます。うまい。ちょっとキュウリがもしゃもしゃするけど、うまいですね。さっぱりする。すげえ大好きなバッテリー。おいおい。バッテリー。不思議。入らないかもな、これ。やっちょ。今日ね、大和スーパーに注意したんですけども、満車で、人がいっぱいやったんですよね。で、まあ、なんとか車止める場所を見つけて止めたんですけども、もう店内に人いっぱいカートをしてね、もう山ほど買い物してる人がいて、今日確か 5% オフの日やったみたいで、すごかったですね。で、次のバッテリー、うまい。で、トイレ入ったんですよ、トイレ。そしたらね、タイの方は全部閉まってて、その前にお兄ちゃんがいて、もうお尻押さえて、とか言ってるんですよ。プーッとおならして、もうこの人限界だなと思ってるんですよ。とか言ってるんですよね。辛いところでわかるけど、まあ、どうしようもないですしね、それはね。無事を祈ります。で、この間、全く意識なかったんですけども、1階に置いてある段ボールに野菜が入ってるんですよね。全く無意識ですよ。2階の自分の部屋にその野菜箱持ってきて、人参を丸かじりしてるんですよ。そういう痕跡があって、俺何やったんだろうと思ってね。これも多分一口いかないな。
ほんで、自分の机にマジックで OK って書いてあるんですよ。何が OK かな、全く記憶にないですけど、OK って書いてあるの。何をしてたんだ、俺って感じですよね。まあ、それはそれで面白い話なんですけどね。で、この間やりましたけども、都市伝説やりましたので、あと一つあったんですよ。思い出しました。ちょっと今ダメージ受けてるんですけども、ハードケースをね落としちゃいまして、ないんですよ。病院の診察券とか、まあそんなもん入ってるんですけども、免許証も入ってるんだ。明日病院に問い合わせて、なかったら免許を再発行しなきゃならないんです。うん、で、その突然説っていうのね、友達がバイクでね、60キロぐらいで走ってたらしいんですよ。そしたらシャカ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 って、あのスーパーのポリエチレンの袋の音がね、シャカ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 って聞こえる。ん？って見たらね、おばあさんが自転車でカーッ、自転車がこいで、ほんで、カゴに積んだら、これでしてるの、袋がシャカ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 ってなって、ほんで、こっち見て、ニャーっとしてる、そこからさらに加速して、80キロになったら、そいつついていけなかったって言ってましたからね、これは怖かった。もう、いつもシャカシャカお化けで、話題がね、おい、シャカシャカお化け出たらしいぞ、マジで、みたいな感じでね。ママチャリの自転車で80キロってのはないですよね。これはもう人間ビビります。おばあさんがママチャリで80キロで抜いていったっていうのはね。で、カーブの時はハングオンしてシャカ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 やって、で、実際に空き缶を詰めてるんですよ、両膝、空き缶。で、ハングオンして、カーブで、ハングオンしたら、膝から火花が散って、ビャーンってもう、すごかったらしいですよ。もう、まさかおばあさんが、膝に空き缶貼って、急カーブで、ハングオンして、これ、すごいなと思いましたけどね。まあ、地方によっては、いろいろ、そういう都市伝説があるんでしょうね。僕のね、幼稚園ぐらいに、夕方5時に帰ってきなさいよって言われてたんですけどね。なんで？って聞いたら、太りが来るよって言われて、太り？あの話でしたの。ピヨ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 ーみたいな、細りが何で怖いのよ、思ったら、子供をさらう太りだって聞かされて、まあびっくりしましたね。で、太りは子供を誘拐して外国に売るらしいんですよ。いや、それ聞いてから俺もう5時に帰りますよ、もう。もうね、大学生の子、警備員のバイトしてたんですよ。その時は、車1台しか通れないような狭いトンネルだったんで、バトランシーバー持って、あと、車行きますと言って、で、こっちに来て車を止めて、どうぞどうぞっていうような感じだったんですけども、夜までそれやってたんですよ。夜になると、そのトンネルね、明治のトンネルなんですよ。もうコンクリートで岩肌がむき出しになってて、でトンネルの上から白い服を見ながらダーッ
って倒れて、たすぶりになって出てくるぞって言われて、いや、いやっすよ、そんなとこって言ったんですけどもね、お前しかいないのやれやつよ、お前しかいないから行けって言われて、えぇ、マジで、あれはビビりましたね。もう縮こまりましたね。うん、もう本当に怖かった、あれは。まあ何事もなかったですけどもね。まあいろいろと地域にそういう都市伝説があるんだなと思いましたね。まあそれを思えば僕自身都市伝説になってたかもしれないですよ。道路はね、大きい道路が北道に他社の建設所だったんで、ね、でカップルが来るんですよ、夜になると。で俺と友達、まあ相棒なんですけど、バーッと自転車でその車の近く行って、シャツ脱いでパンツ脱いで全裸になって自転車でうわーんって走ったら、車が急に動き出して街に行っちゃったんですよ。で、面白くないなと思って、村の中、自転車で走ろうよってことになって、自転車で夜の12時頃かな、村の中をね、真っ裸で自転車に乗って走って、面白かったですね、あれはね。うん、そのカップルにとっては、俺たちは都市伝説なんだなと思いますね。チャリンコで来た二人が、いきなり全裸になって走り出したから、あそこには変態がいるっていう、そういう都市伝説があったかもしれませんね。うん。まあ、都市伝説なんてね、まあ、いくらでもあるでしょうけども、まあ、肝試し的には面白いかもしれませんけどもね、あんまりそういう遊びでやるのも怖いなと思いますね。うん、今日、外出先から帰ってきて、冷えた缶チューハイ飲んだんですよ。もうめっちゃうまくてね、もうあんまりチューハイ好きじゃなかったんですけども、もうこれには合いましたね。うまいのなんて、何も考えなくなってきて、ちょっと、お寿司を残して後で食べます。冷麺、美味しかったですよ。やっぱこれからこういうのが美味しいですね、冷麺。それでは、今日はここまでといたしたいと思います。ごちそうさまでした。では。